足黒ツユムシは、キリギリスカツユムシ赤の昆虫。産地性のツユムシで、和名は、後ろ足形節が黒っぽく見えることによる。体長30から35ミリメートル前後。ツユムシに似るが頭部と胸部の境目がややくびれて見える。ほか、体に対してやや足が長いなどの違いがある。全身ややくすんだ緑色で全胸から羽の先まで。 褐色の縦筋がある。前足、または、頭部は赤みを帯び、複眼は青みを帯びた灰色で強い虫より大きく、マリー。触角は、黒か主色で節に白い部分がある。後ろ足のすねが、褐色から黒褐色。オスは、メスより黒い部分が多い傾向があり、中足及びご大切にまで黒い部分が及ぶこともある。後ろバネは、先端近くは、 体と同じ濃い緑色、透明部分が薄い褐色を帯び、前羽根の先から半分近くが飛び出す。産卵管は非常に短く腹部の半分ほどで小釜の葉のような形。北海道、本州、四国、九州などに分布。平地から河口山帯まで幅広く生息。主に山道沿いの草木に登って生活している。つゆ虫よりも薄暗い環境をお好み。 木漏れ日が刺すような場所に多い。葉の上で足と触覚を伸ばした姿勢でじっとしていることが多い。ほぼ完全な装飾性で自分が脱いだ抜け殻以外の動物質は食べない。食草は強虫に準じているが、より固めのもの、この葉なども食べるが、花弁や若い果実を好む傾向が強い。のんびりしているように見えるが、逃げ足は早く、坂に飛んで逃げる。また、 明かりに飛んでくることもある。ツユムシ同様、キリギリスとしてはよく飛ぶ方で、飛び方も巧みである。鳴き声は、ジキー、ジキー、または、ジュキー、ジュキー、と聞こえる。小さな声なので十数メートルも離れると聞こえなくなる。オスはメスに背中を向けながら、交尾を流す。メスの尾端に請求が渡されると交尾は完了する。卵が成熟したメスは、 食草の葉の縁をかじり、産卵管を差し込んで卵を産みつける。卵は非常に薄く葉の中に産みつけられるのに都合が良い形をしている。幼虫は6月頃化。最初は全身赤褐色で体と足に黒と白のまだら模様がある。腹の下側は白っぽい。脱皮を繰り返すごとに緑色の部分が多くなり、 中霊幼虫ではほとんど成虫と同じ色合いになるが、羽は腹部の半分ほどである。成虫は8月頃現れ、霜が降りる頃まで生きる者も,もいる。場所によっては年2回発生するが、強い虫よりもやや南寄りの地域になる。ありがとうございます。